吹上浜サンセットブリッジ、吹上浜海浜公園は、鹿児島県南薩摩市、河田高橋にある、鹿児島県立の都市公園である。指定管理者制度に基づき、鹿児島県地域振興公社が管理、運営している、海浜公園である。吹上浜の南部に位置し、近辺の河田ドームで、吹上浜砂の祭典が行われる。万の瀬川河口の南側に、 スポーツ公園、お祭り広場、プール、キャンプ場などがあり、川口の北側には、野鳥観察施設、フィールドアスレチック場、南札少年自然の家などがある。南北の地区は、吹上浜サンセットブリッジで結ばれている。この橋は、全長405メートル、幅6メートルの歩行者、自転車専用車割橋であり、1993年7月に完成した。 レンタサイクルのサービスがあり、公園内のサイクリングロード内に限り使用することができる。また、公園内のサイクリングロードの内吹き上げ砂丘入り口から吹き上げ浜サンセットブリッジを経て、県立南札少年自然の家までの区間は、南薩摩市、河瀬田高橋から日置市日吉町、日置までを結ぶ自転車道である、県道加瀬田日吉自転車道線となっており、 県道の路線の一部となっている。鹿児島県指定管理者の指定、鹿児島県立都市公園意見、提案、吹上浜海浜公園のサンセットブリッジの補修について、鹿児島県2011年12月18日、閲覧、ありがとうございます。